て、平八郎、ああ男前じゃな。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、そして、わしらの改めて普段の活動を少し紹介してもらってもいいですか。なるほど。あ、そうです。わしらはですね、先ほどの徳川家康公がお生まれになりました岡崎城、こちらにほぼ毎日出陣をいたしまして、うん、平日はおもてなしをしたりとか、土日には演舞をいたしておる隊でございまする。うんうん、おお、そうか。びっくりした。まだわしのターンでしたか。一瞬今寝ておったわ。ねそんなに今おばさんの話つまらないですか。いや、そんなことはない。まあ、違いますよね。確かに、つまる、つまる。あの、いや、つまらないの話じゃないんですよ。テンプレ通りに話します。いや、大丈夫、みんな初めて聞く人もいるから。あ、そうですか。ご存知な、先ほども皆々演舞は見たかの。うん、素晴らしかったな。ありがとうございます。またトップバッターでさせていただきました、うん、ありがとうございます。面白いとやはり盛り上がるな。あ、嬉しいですよ。そしてこの時期のおすすめ、この御柱の岡崎のおすすめとかな、何かあるのかな。この春夏と食べ物も行く場所もたくさんあるじゃんの。そんな我らが故郷岡崎の魅力を伝えてもよろしいですか。伝えてもいいよ。これでも時間は決まっておるんですか。うん、15分。15分。ちょっと足りないかもしれません。ちょっと語り尽くせるけども、この暑くなってきた岡崎では、かき氷街道なるものがござる。そうなんです、そうなんです。かき氷街道、さようでございまする。ぬかたの山の中をこの道で一本につながっておる、いろんなお店がその店の特色を生かしたかき氷を出しておるといった企画でございます。おお、これ何店舗ぐらいあるんじゃん。まあ結構あります。あ、でも10店舗近かったりとか、割と多いです。近かったり、うん、そうなかった、大体それぐらい、入ってたり入ってなかったりいたす店もござるんですが、もうね、もうやっとるか、まだ、まだですけど、ま、毎年この時期になると始まりましてね。さようか、わし知らなんだ。この変わったのが、うん、音川山というね、あゆつかみなどもできる施設がござるんですけども、その音川山で出ておるかき氷がなんと、そばのかき氷でございます。そば、そばというのはすするそばだ。すするそばでございます。これの特徴が、なんといっても、そばの下に氷があって、そばつゆをエスプーマといって、なんか泡状にしたものがかかっておるというものでございますか。それはかき氷なのか、だから冷たいそばではなくて。いや、かき氷なんですよ、あれは。氷も食べるので。はい。はい、じゃあすぐに音川柳ってやめさせます。いや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 。いや、私気になる。あ、で、それを今実際に持って。ごめんなさい、ご用意がないです。それはすみません。大変申し訳ない。さようか。はい、すみません。はい、わかった。トーマもかき氷好きじゃもんな。あ、甘味好きだな。座れ座れ。あ、すみません。気にするな、気にするな。あ、食べに参ります。食べに参ります。食べに参りましょう、岡崎へ。あ、そうか。そうなんです。でも岡崎は先ほど我らの演舞の中でもお話しさせていただきました。うん、4月の29日。今、9と9がだいぶ混ざってますけどね。あ、分かる分かる。29と30日に、あれがあるんだよな、直政さん。あれがございます。どうしよう。建物映像投影との共同演舞でございます。はい。何でしょう。お、建物映像投影でございます。その書いて文字のごとく、名古屋城でもやっとるでな、いわゆるプロジェクションマッピング。さすがは信長様でございます。そうなんです。それとコラボをいたしまして、映像がこう映される岡崎城の大手門でやるんですけども、大手門そこに映像がブワーッと出た、その真下で我々がそれに合わせた演舞をいたすと。はい、大手門閉じた状態かな。開いてる、あそこ実は開いた状態で、でも映る、はい、あの大手門閉められないんです。あ、閉められた。はい、あ、最後下がこう固定されておりますので閉まらないようになってます。石がみんな大手門閉まるんで、シトロッとは。そう、衝撃情報なんで、もう門に一番必要な能力がないんですよ。あ、でも随分立派なものはな、でっかくて。あ、そうなんです、ありがとうございます。そうなんです。形はすごい立派なんですけど、あ、閉まらない。あの門は閉まらないです。あの門の動く部分がこう動くじゃないですか、うん、この動く部分がこの字型の石でせき止められております。あ、でもそのこの字型の石をどかせれば、まあ、あ、確かに。でも上に、うん、この門の銅線があるんですけど、うん、そこが火のぶっとい杭でバーンって。あ、もう二度と門を閉じて戦をしないようにという、そういうことですね。願いが込められてるかもしれんな。はい、じゃあそうです。じゃあそうですよ。それでお願いします。そうなのか、次郎三郎。いない。いない。あ、今いらっしゃいます。いらっしゃいます。
あ、そうらしい。あ、よかったです、よかった。絶対聞いてなかったです。そうか、楽しみじゃない。これ夜やるんだよな。さようでございます。29日、30日の夜19時からそのプロジェクションマッピング自体は始まりまして、まあ、2時間ほどプロジェクションマッピングはあるんですけども、第1回目の19時からの投影のみ我々が出演をすると。はい、19時じゃな。19時でございます。忘れることない、はい、19時からじゃない。いや、非常に楽しみなんじゃが、はい、さあ、ここからは客人からの質問を集めた、おー、怯えた目をするなどれが出るかなじゃない。ちょっと、うん、ちょっとそうですね、なんか怖いなと思って。褒美を与えるからよろしいですか、確か、うん、その いいの引いてください。この中に質問の紙が入ってるってことで、ガシャガシャ。どことでこの募集をされたんですか。これは犬丸のつぶやき、ツイッターなるものだな。なるほど、うん、お願いしますよ、坂井殿。まずはここで透明に開いてくれると、この後ろのからくりからこの紙を落としてくれるということで。おお、もう割るなよお前、割ろうとしたらね、お前すごいから、ね、本当に割れそうじゃん。私と同じぐらいじゃん。割ろうとなどしております、うん、あ、お、映るかの、どうじゃ、ドン。およう、博覧会参加隊のタタイの本拠地で食べて美味しかったのは何ですかと。博覧会参加隊の、まあ、いやめてください。すごい、でかいでかいでかいです。うわ、ビチャビチャ。ちょっとわしの皮の湿度のことはいいではないですか。肉汁がすごかった。肉汁じゃない、ハンバーグ。汗じゃ汗。これが岡崎のおすすめグルメということで。ありがとうございます。とっても美味しいんです。違います、わしの顔食べれないんですああ、よか。そんなことだよ。はいはいはい。こっちの方が大事です。やはり各隊、この熊本城だとか、この仙台とか何か思い出しあるけども、はい、この多隊の本拠地で遠征して食べて美味しかったもの何かあるか。直政さん、そうじゃん。先に言うと、わしその間に考えとく。さっきとはもう選択肢が多すぎるんですよね。もうじゃな。わしも考えてましたけど、やはり熊本城に行った際の。うん、馬刺し、私馬刺しっていうのは赤身だけがあるもんじゃと思うとったんですけど、うん、縦髪になる、うん、ちょっとこう白くてコリコリしたものがございまして、これがすごくうまかったの覚えがございます。あれうまいな。うまいですよね。コラーゲン質というんですか。そう、ちょうど縦髪の肉の部分だな、ここの背中の。そうですよね、うん、あれがうまかったなっていう覚えがございます、うん、熊本はうまいも多いですけどな、やはり中でもそれが衝撃的でございました。確かにこちらでは縦髪とともにこんなこの紅白でめでたい色で出てくるもんな。そうか、そう並んでくると縁起がええっちゅうことなんですね。こちらではなかなか見ない盛り方だから。確かに確かに、熊本ならではということで。で、整いました。遠い目をしたけど、整いましたか。実際に今現地見とる。そうですね。あ、行った場所も、あっちの方向。あ、でもやっぱりそのこれしかないなってわしがしっかり思ったのは、やはりこの尾張の地で食べる食べ物のその全てが美味しかったなと思っております。いや、そういうのはいいんじゃない。そういうのは、まあ、ううのもう名古屋飯が生み合うのはもう当たり前のことだね。いや、でもその本日呼んでいただいて、やっぱりその言っておくべきだなと。坂井さんだけど、多分下の方の心バレてます。下の方の心、だって今回呼ばれてんだよ。そうなんです、うん、そうです。終わりの美味しいもの言っとかないと。じゃあ終わりの何が一番美味しかった。ほらほら、出た。そうなっちゃうから。そうなるじゃろ。ですから、それはもうもちろん信長様、うん、口に入り咀嚼し飲み込むことのできる全てのものが美味しゅうございました。いやいや、大きい声で言えばいいじゃない。え、大きい声で言えばなんとかなるじゃない。ああ、さようですか、うん、名古屋飯特に何が好きなんじゃん。わしはですね、あれですね、天むすでございますね。あー、なるほど。また微妙なとこついてくるな。天むす。いや、すぐそこに終わるな。あー、なるほど。助かったじゃない。助かったじゃない。あそこの天むすが大変的でしてね。もう本当に私、セントリアに来るたびにはそこの天むす。来るって書いておるんです。エコヒーキはすごい。後でお前、握り飯もらおうとしてるだろ。絶対行った方がいいじゃん。いやー、本当に美味しいですから、皆さんもぜひ足をお運びくだされ。ただな、おだこでも召し上がりやすいような天むすは可愛い、あー、割り玉になっておって、へー、堺からしたらもうビー玉飲み込むみたいな。わしビー玉飲み込まないです。どんなに腹が減っててもビー玉飲み込まないと同じぐらいじゃろ、お前が思ったら。ホタルの墓じゃ
じゃないよ。あれあのおはじき、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 テープスじゃないですかってならないですか。あ、さようか。違います。あーこのテープスというのが、あの実はあの三重発祥とも言われておって、はい、微妙なとこついてる。もう本当に、もう本当にですね、本当におっしゃる通りだ。どうするんですかこれ。じゃあ逆にもう一個いってみる。もうやめましょう、なんか怖いの出てきても嫌ですし。いや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 、1個で、直政、直政、1個で終われると思って。直政さん、はい、ちょっと怖いです。こたびはこの配信も行っておりますので、うん、この配信をご覧の方々も YouTube のコメントの方で何か質問などございましたら、うん、あ、そうじゃな、はい、お寄せいただいても構いません、うん、回します。直政、変なん出すなよ。出ました。さて、何が出るか。またこの分かりやすいように開いてる。はい、本当にドキドキしてるじゃないの。参ろう、ドン。はい、お、これはどうじゃ、抜けるか。抜けた。全国の武将隊の皆様、こんにちは。こんにちは。じゃあ、桜が散り新緑の季節となりました。丁寧な挨拶ありがとうございます。本当にラジオみたいですか、これは。全国各地、今はこの花が見頃だ、この食べ物が旬でうまい、などはありますか。よかった。いい、いい、いいお便りですね。いいの引けました、いいの引けましたね。全部いいんですけど、絶対絶対全部いいんですけども、よかったですね。いやでも花は、花は一番推せるものがございまして、岡崎は。おう、桜が散った後でも、はい、岡崎市の花というのがございまして。市の花、市の花でございます。それが藤の花なんでございます。ほう、さようか。そうなんです、うん、それでこの岡崎城には五万石藤棚といって、もう広いこの敷地に藤がうわーっと咲いておる場所がございましての、そこが今まさに見頃でございまして、そう、あんな感じです。もうあんな、どんな感じだろう。あ、そんな感じだ。こんな感じです。このぐらいまで来て、すごく垂れ下がってくるんです、草が。あー、今あの人気漫画の影響で藤の花またさらに人気になったもんな。そうなんです、あの鬼滅の刃なるもので、うん、です。でも岡崎公園には鬼は出んよって言って和子たちには、ね、言えるんですよね。そうそう、は鬼、鬼。嘘ついとるじゃん。しかも嘘ついとる、鬼本人が言ってるから一番アップする。赤鬼と呼ばれてる男が。本当じゃ、お前じゃないか。鬼、ここには鬼は出ないから安心しておいで。昔話みたいな。だって藤が咲いてるからねみたいな。言いながら、わしが夜になったら子供を食えばいいんですな。昔話みたいな。赤鬼と雷様。雷様はもう雷神でございます。大きくって裸で太鼓どんどんしてないですから。太鼓どんどんしてるから。太鼓どんどんしてます。それはしてます。太鼓どんどんはしてますけど、うん、ここにこうやってぶら下げてこうしてるわけじゃないんですか。似合うな。わしはこうやってこうやってやってるわけじゃない。岡崎城のお土産でござる酒井殿の絵があるんですけども、あれは本当に雷神のようになってます。そう、ここに太鼓ついておってもらって、はい、もう、そういったのもございます。いつでも合わせられます。鼻の話じゃすまない。そうでした。脱線したね。今はそうです、藤祭り。そうです、お祭りもやっておりまして、うん、5月の5日までは藤祭りもやってますので、うん、ぜひそれを見に来ていただきたいなと。あ、そうか、はい、この食べ物が旬でうまいとかあるのか。岡崎飯ってなんじゃん。そういやん、わしは知らんぞ。たくさんございますね、酒井殿。ねえ。押し付け合いが始まった。いやいや、おしゃはすごく自然に押し付け合いが始まるな。ちゃんと言えばやはりもう岡崎はね、あの味噌が有名でございます。はいはいはい。その味噌を使った食べ物なんかがやっぱり多いわけでございます。うん、味噌煮込みうどんだったり。はい。いや、それ名古屋飯じゃん。ああ、そうです。そうです。こちらもあるんです。ここで長様、ここで争いはしないでください。ここではダメです。美味しいです。美味しいです。やばいやばい。参りました。名古屋飯でございます。名古屋飯だな。中にどんな恐ろしいのがこれで脅されるってわけ。いやいや、そうだよな。本当じゃ。でも、まあ、岡崎は岡崎の味噌煮込みの味があるかもしれないな。それでございます。温かいものがやはり味噌を使ったものってなると、うん、煮込んだりだとかに使いますので、うん、温かいものが多いんですけども、うん、この暑い季節だからこそ、うん、暑いものを食べてしっかりと汗を出して健康につなげようという目論みがあるのやもしれませんな。急に声が大きくなるな。断定ではないんですね、もね。かもしれないという話でございます。まあそろそろ酒井が限界ということで。ちょっと引き止めておきたいんじゃけど、私としてはそろそろお時間となってもいたので、はい、最後に一言何かみなみなに知らせたいことがあれば。あ、そうですな、うん、やはりまあその来週のプロジェクションマッピングとのコラボ演舞、うん、こちらはもうその時その限りでしかやらない演舞でございますので、これをぜひとも見に来ていただきたいなと思うところでございます。そう思います。
ぜひとも岡崎城に足を運んでみてくれ。それでは一組目の客人はグレート家康公青い武将頼り酒井忠次と井伊直政でやったわ。ありがとうございます。拍手が送ってちょうよ。ありがとうございます。しっかりと肉汁を拭いてくれ。さあどんどん参ろうか。続いては、はい、2組目紹介してまいりたいと思います。2組目のお客人は徳川家康様と服部半蔵忍者隊より三平殿と縁起丸殿にございます。いやーおー元気、瞬間的にでした。三平が元気でござります。よろしくお願いいたします。あどちら、あどちら、あいつもはな忍んで控えておるけども今日はもうどさっと座って、あはお願いいたします。膝を突き合わせて話そう。よいしょ。あいやーすごい偉そうじゃな。は申し訳ございません。おおしょ、あの三平が元気ゆえに元気珍しい三平のこんな様子の私は初めて見るの。まあ、誠にございますのか、うん、すごいな。こう見えて陽気者にございますゆえ。そうだったな、この陽気者の三平の陽気はたまに忘れるんじゃよな。うん、まあ、改めて初めて見た者もおるやもしれんからな。自己紹介から始めようか。わしが破天の縁起丸でござる。拙者陽気者の三平じゃ。我ら服部半蔵忍者隊ここに生産。はぁいつでもわしら忍者隊に入る準備はできた。ですな、今多重影分身をしております。多重影分身しとった。今こうやってやってます。ああ、そうか。どの長様が縁起丸殿詳しいですな。ああ。じゃあいつか影分身も見れるということなんじゃが、おしらの普段の活動は何をやってるんじゃ。主に主に、あ、うん、わしらはですな、名古屋城で日々活動しておりまして、うん、まあ、平日はおもてなし、そして当日祝日は名古屋城で演舞をしております。わしらはその忍びの魅力、そして愛知の魅力を日の本世界に発信しておる観光 PR 隊でございます。うん、覚えて帰ってな。我ら名古屋おもてなし武将隊と最も共同している隊じゃな。さようでございます。毎日顔を合わせております。うん、名古屋城わしはあの家庭の縁起丸よっていうのも気持ちよくてな。あ、本当にございますか。大好きじゃん、あそこ。あれは嬉しい。そう、かっこいいわな。あらなーってただ叫んでるだけなんだけども、ありがとうございます。あれ素晴らしい。そしてあそこの足上がるとこ好きにございます。あ、足上げてるの。足足をここ上げまするゆえに。拙者の体の硬さじゃこれが限界なんだけど。三平体硬いのか。三平は偉い硬い。あの体はすごく得意なんですけど、拙者の限界がこれにございます。これは誠でござりまする。わしと同じくらいだ。腰の骨なり申した。いやいや無理をするな。はあの一番最後にランプもあるからな。あ、はっ、大石さんが待っております。ございますな。嫌な顔すんな。嫌なっちゅうか、あの緊張しておりますゆえに。大義郎はな、あ、初参加か、おむしろ。はっ、わしは初でございます。武将博。あ、武将博しても、おぉ、まあ、素晴らしい。初体験。初体験。ああ。ああ。さあ、このまあ、同じ場所を活動しとるが、この時期何か勧めの場所、食べ物などお主らはあるのかの。わかりまするか、三平。そうですな、まあ、おすすめの場所と申しまするとちょっとこれは拙者ごとにございまするが、来月の5月の21日に中部電力未来タワー、お、いわゆるテレビ塔というか、はあ、ですな、垂直階段マラソンというものがござりまして、ほう、まあ簡単に申しまする、と中部電力未来タワーの外の階段を拙者駆け上がります。やっぱ昨年やっとったもんな、昨年にございます。65年ぶりに、はあ、開催されたものが今年もあるということで、こちらがなんとですな、4月28日までまだ募集をかけておるということで、ああ、私がやるだけではなく一般の部も参加できる。一般の部というものがございまするがゆえに、ぜひ名古屋の象徴の一つでもあるこの中部電力未来タワーを皆様にもぜひ外の階段を使って登っていただきたいなという、うん、あれはあの自動昇降機だけではなく階段で登れるところを、あれを駆け上がっていくと。さようにございます。前回はおよそどんぐらいで駆け上がったんじゃ。2分13秒にございます。これ偉い、早くないか。すごいよな。しかしながらもう最後の方、階段一つ上げるのに斧がの腕を使わねば上がれないぐらい持ってかれました。それをやって2分30秒ぐらい。は早いな。
塔も脚力なかなかあるけどもなかなかでも高いところはダメじゃん、ね、高いところが苦手でございますよ。それはちょっと高所恐怖症高所でございます。何気ない戦にございます。それそうなんちゃう。そうか、それがおすすめとは、ゆえにもう皆様や、まあ、中部電力未来タワーは同日祝日普段も階段を登ることができるのですが、うん、ちょっと実際に走って登るのもありかなと拙者は思っておりますが、テレビとに遊びに来てほしいわな。さようにございます、うん、さあここからは達人からのなは質問というものがあるで、じゃあ遠距離回そうか。回していいですか。うん、はい、お願いいたします。こちらに事前に募集したものでございますけども、 YouTube 上のコメントでも質問募集しておりますので、ご覧の皆様お送りくださいませ。では、あ、結構これ何機なるほどね、酒井の力がいかに凄まじいかさすがでございまする。来ました。お、映るかな。どん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 、博覧会参加者でギリギリ一緒に進めるという方が誰ですが、忍者隊以外で。忍者隊以外で何期ですな。うわ、誰じゃろう。こたびの参加、誰と進めるか。うん、共にその生活をするということでございますな。そうじゃそうじゃ、一緒に寝て、うん、起きて、青い武将隊もおるし、清さきらめき組もおるし、姫隊、まあ、姫隊と一緒に暮らせるといろいろあるかもしれない。あれゆえに、あれゆえに、うん、まあ、名古屋おもてなし武将隊でも、まあ、はたまたこたびこのいわゆる配信で参加しとる隊でもよいわね。なるほど。この人と一緒に暮らしたら楽しそうだとか、うまい飯作ってくれそうだとか、うん、鍛錬になりそうじゃとか。わし以外と信長様共に暮らしてみたいわしの何故、何故かと聞かれました。いや、なんか面白そうじゃなというふうに思ったような。あ、そう、なんか毎日が楽しく過ごせそうじゃなという浅はかではござりまするが、毎日気を使うと思う。あ、誠にございます。神経すり減らして余計白髪が進むぞ。ああ、白髪が今ちょっとストレスで私今なっております、ね、な、髪の毛がどうなるぞ。ああ、そう、多分信長様と一度共に過ごしてみるのもありかなというふうに思って。ああ、さようか。ちなみにわしは半蔵とは絶対に暮らしたくない。それはわしもでございまする。もう絶対にわし声枯れるもん。ツッコミの話で、いいや、お前何するんじゃそこは。それはもう一番先にわしは除外いたしました。除外は半蔵はない。半蔵様はもう絶対ない。三平は拙者はいい直政様が、あら、はいい様がいらっしゃいまするぞ。いい直政おるよ、赤鬼に集まる。は三平が、三平が一緒に暮らさないかって。はありがとうございます。ありがとうございます。先日ですな、うん、まあ、とある軍議がございまして、その際にお会いした際に、拙者の体術等を褒めていただきまして、は、体術を教わりたいとまで、は、言っていただくことができました。ゆえに、あの赤鬼、まだ強くなろうとしておる。は、さようでございます。ゆえに、まさか終わりに進行しようとしておるのではなかろうな。共に高み合えるかなという確かに意味を込めまして、うん、機内の標本家だからな、は、常に修行の日々が続くのではと思います、うん、三平はえらく高く飛ぶもんな。いや、三平の跳躍力は異常でございまするぞ。なあ、先日も土曜日名古屋城に披露してございましたな、あの技術披露で、は、あの軽技でもうポンと肩をここ余裕で飛んでおり申したゆえに、うん、しかもなんか ようわからん回転までかけて、うん、としてはあれはすごいですな。これ実際名古屋城来て、見てほしいわな。そうですな、やはり名古屋城で見ていただくのが一番良いかなと思っております。で、延期丸は延期丸わしなのか、信長様。そうかそうか。で、わしといい直政で、はちょっとこれ今言っちゃったらもう一回だな。あら、延期丸殿もう一回わしのせいじゃな、これは。いや、そんなの拙者のせいかもしれませんよいしょ、2個目よし。お、誰でした。見えるかな。ね、当たり当たりだった。大喜利。千利休様が思わず盛大にお茶を振りてしまいました。何が起きた。はい、千利休が思わず盛大にお茶を吹いてしまいました。何が起きた。千利休というのは千の総益と申して、あ、わしの茶道、いわゆるあお茶のな、あ、先生であった。そんなもう今のな茶道を切り開いたといっても過言ではない男がまさかお茶を吹いた。何が起きた。
はい。おお、元気悪い。半蔵様がふんどし姿で茶席に座っておった。結構わしら見とるからね。ふんどし一丁でうろうろして怒られてる。ね、意外とのふんどし大好きゆえに。確かにな。確かに一戦で連休見たらブラってなるかもしれない。なるかもしれません。確かに一休の茶室にふんどし一丁で現れたやつは多分おらんからな。さあ三分。どこを見ているか。これは大喜利。あとなんかおざるかな。このままだとこれこのまんま以上。ありがとうさんじゃったってなるけど、これは後の演舞に全て響いてきそうですな。さようですな。見てみろ、酒井といいのよかったわしらじゃなくてって顔で、なんか思いついたらぜひはいと、いやいや相談していただいて。じゃあ酒井たんすけ行ってみようか。休憩してるんじゃないお前。早すぎるだろ休憩が。何飲んでるんですかそれは。あれ？お。新作。チョコバナナフラペチーノ。一番新しいやつ飲んでらっしゃる。そういうことは言わんで、店員さんが噛んでいた。ちなみに日本で一番最初にバナナを食べたのはこのわし織田信長である。今日から、信長フラペチーノと名前を変えるがよい。あれ変えろとしてるな。あれあれ変えたな。でも佐々木さんと逃げた。逃げた。というわけでそろそろあもう次第でございますか。いや早いですな。いや早い。もうそろそろ告ということで、最後に忍者隊から皆さんに知らせたいこと何かござるか。あ、うん、拙者から。ではおそらく昨日もこの武将伯を見ていただいた方は分かっておると思うんじゃけど、我が隊の人読みの悟り殿が5月の11を最後に出立と相なりもした。せよ、まあしかしながらな、米国に出立いたしまして修行の旅ということで、ありがとうございます。まあ、長きの旅ということで、拙者らも誠いつ戻ってくるかも何もわからんということで、今は出立式を実際行うという形になりました。故にそれが5月の10日、場所が我らが公式 YouTube 服部半蔵忍者隊の公式 YouTube の方で生配信という形で、さようですな、オンラインですな、参りまするがゆえ、まあ、詳しくは我らの青木とりのつぶやきツイートを見ていただけると、後にまた新たな情報等も出てきまするゆえ、ぜひともご覧くださりませ。ご覧くださりませ。たくさんの闇よろしくお頼みます。待っておるぞ。本日の2組の客人、服部半蔵忍者隊。ありがとうございました。三平のことは駅までございました。ありがとうございました。なお服部半蔵忍者隊の映像は今期14時午後2時からもございます。おではここでいたしまする。ありがとうございました。さあ、ありがとうさんじゃった。ラジオ番組の公開放送のように見えて、どこにも電波は飛んでいない30分のトークプログラム、治りかけのレディオ、また次回会おうぞ。ありがとうさんじゃー。